大塚隆氏は、日本の政治家、元衆議院議員、自由民主党大阪府連会長、国土交通大臣政務官兼、内閣府大臣政務官、国土交通副大臣等を歴任、大阪府豊中市出身、春日ガ聖生マリア幼稚園、豊中市立上野小学校、豊中市立第11中学校を経て、雪量高等学校に進学。 中学高校ともにバレーボール部で活動する。高校時代のバレーボール部では2回生でレギュラー3回生の終わりには首相を務める。高校卒業後、追っても学院大学経済学部経営学科へ進学。大学4年時、自民党の選挙応援に誘われたことをきっかけに、大学卒業後、秘書として政治の世界に入る。坪井和弘、原田健。 谷川修善の秘書を務めた。2005年9月11日、第44回衆議院議員総選挙に大阪パックから立候補し、民主党現職の中野官制を破り当選。2009年8月30日、第45回衆議院議員総選挙に公明党の推薦を受けて立候補したが、前回破った中野に破れ、比例復活もならず落選。 2012年12月16日、第46回衆議院議員総選挙に公明党の推薦を受けて立候補。日本維新の会の木下智彦に敗れたが、比例復活で国政に復帰した。2014年9月4日、第2次安倍改造内閣で国土交通大臣政務官に任命され、翌月3日、かねて内閣府大臣政務官に任命された。 2014年12月14日の第47回衆議院議員総選挙では大阪パックから立候補し、前回敗れた木下を下して参戦。2017年10月22日の第48回衆議院議員総選挙では大阪パックから立候補し、木下に比例復活も許さず4選2018年10月第4次安倍改造内閣で 国土交通副大臣に就任。2019年10月、自民党大阪府連会長に就任。2021年2月1日、公実の不祥事の責任を取り、自民党へ離党届を提出し受理された。同年10月12日、同月31日投開票の第49回衆議院議員総選挙の不出馬を表明。二千七年から二千九年の間、 パチンコ店を経営していた外国人から献金を受けていた。献金額は2007年に30万円、2008年に60万円、2009年に25万円と3年間で合計115万円だった。大塚は取材に週刊誌からの指摘で確認し、すぐに返金したと述べた。また、大塚が支部長の自民党大阪府第8選挙区支部が 2012年2月末に開いた早春を楽しむ集いの収入を収支報告書に載せていなかったことが分かった。支出は豊中市の商工会議所の会場費や貸し代、女優の講師代など計6万5千円分の記載があった。大塚の事務所は講演会の女性部の会合で参加者1人当たり500円を徴収したという。さらに、 公職選挙法違反容疑で幹部6人が逮捕された医療法人特集会グループのファミリー企業で逮捕された幹部であった徳田虎尾の次女が最近まで社長だった大阪市北区の会社から100万円の献金を受けていた大塚の事務所は全額返したとしている2013年 大塚が支部長を務める自民党大阪府第8選挙区支部が大塚の妻が運営するフレーバーティー販売業者に土産物代などとして約175万円を支出していた。同支部は自民党本部から支部政党交付金1200万円を受領しており、税金を身内に還流させる形となっていた。大塚は適正な小取引で問題はないが、 誤解を招くことも考えられるので、今後は取引を控えたいと述べた。2014年10月15日、衆院国土交通委員会で、自身が、作家に、知人女性を殴り、障害容疑で、書類送検されたことについて、プライベートな事項とはいえ深く反省しており、被害女性に大変申し訳なく思っていると陳謝した。大塚は、政務官就任前の昨年8月、 大阪市内で飲食店従業員の知人女性を殴り、軽傷を負わせた疑いで、大阪府警に書類送検されたが、女性が被害届を取り下げ、不起訴になった権威がすでに明らかとなっている。女性には直接謝罪したと説明する大塚に対し、委員会で質問した民主党の後藤雄一は、女性は謝罪を受けていないと話しているなどとした上で、 暴行事件を起こす方を政務官にすることはいかがなものかと思うと指摘している。この問題について内閣官房長官の菅義偉では政府とすればそうしたことはあってはならないことは当然のことだと強調した上で政務官としての適性については本人が反省した上でその後も政治活動をきちっとやられているというふうに報告を受けていると述べている。 2019年6月18日22時22分頃に新潟県で最大震度6強を観測した地震が発生したが、この際大塚は東京、赤坂のクラブでホステスと飲酒していた事実が週刊、文春の取材により発覚した。大塚は国土交通省に設置された災害対策本部の参集対象ではなかったが、この行動は問題視され、 7月2日、国土交通大臣の石井啓一は店に居続けたことは緊張感を欠いた行動だったとして大塚を厳重注意とした。2021年1月8日、東京都は新型コロナウイルスによる緊急事態宣言を発令。1月26日、デイリー新庁は衆議院議員の松本潤が1月18日夜、 東京都中央区のイタリアンレストランと銀座のクラブ2軒の計算軒を訪れたと報道した。同日、松本は記者団に訪れた3軒の飲食店全てについて要望、尋常を受けたまわる立場で一人で行っていると説明。また、閉店後に店に入った。店にいたのは店主たる人と自分だけだったと述べた。1月29日、松本は 自民党国会対策委員長代理を辞任。当初、一人で飲食店に行ったとの松本の説明だったが、2月1日、松本は記者団に対し、大塚と田野ライタ同文部科学圏内閣府副大臣に声をかけて、イタリアンレストランと3軒目のクラブで同席したと明らかにした。イタリアンレストランでは3軒目のクラブの関係者の女性2人もおり、5人で会食した。 2月1日、国会対策副委員長を辞任。さらに、同日午後に、松本、田野寺良議員と共に、自民党本部で2回、俊博広幹事長と会談し、離党勧告を受けたことを受けて、離党届を提出した。離党届は、持ち回りの党機委員会で受理された。また離党に伴い、自民党を大阪府連会長も辞任した。また、この件により同席していた。 た野ライト松本淳らとともにマスコミにて銀座三兄弟、銀座三人組と呼ばれた。ありがとうございます。